そしてフェーダーの隣には音量のレベルを表すレベルメーターがあります。この一番上の赤いランプはオーバーロード、つまり課題レベルになっていることを表します。オーバーロードすると音が歪む、つまりバリバリと音が割れてしまうので赤のランプがつかない程度に入力レベルを設定しましょう。